いよいよ馬の名前のところです。1枠2番のイスラボニータという馬名の上にあるのが父の名前と性別、年齢。この馬の場合は父が富士騎乗で、オス、牡馬3歳ということになります。この皐月賞には女の子も出ていますね。はい。7枠14番バウンスシャッセ、牝馬、メス馬、メスと書きます。丸でメスと書いてあります。わかりやすいですね。富士騎乗の横にある丸乳、丸中という記号は何ですか？はい、マルチチというのはお父さんが日本で生まれた馬ということです。マルチューは中距離に適性がある種牡馬という意味ですね。上がお父さんということは、下は。はい、こちらお母さんですよね。イスラコジーンというのは母の馬名になります。カッコ米というのはアメリカから輸入したという意味です。その下の孤児院というのは母の父。血統を重視して予想する場合は、ここも重要なファクターになってきます。その下がこの馬の馬主さんの名前。そして右側上段が毛色。その下が生産者ということになります。毛色は黒影、黒っぽく見える馬ですね。他にも影や足毛なんて言いますね。